皆様こんばんばは毎週いつも毎週って言っちゃうすいません <laughs> 毎月、えー、第2木曜日ガールズサーズで担当の君田美ですこの番組は皆様のお悩みを解決しようという「君たゆみの保健室」という番組になっております、えー、私はですね AV 女優を10年やっておりますのでその10年やってきた経験を生かし 皆様からの相談に答えていきたいと思います、えー。簡単な自己紹介、10年やってきたことだけでよろしいでしょうか。<laughs> はい。なんか毎回毎回新鮮な新しい面白い相談が来るので、みんなすごい真剣に悩んでいると思うんですけど、面白いものが多いので楽しくさせていただいております。はい。えこの番組はあの60分ありますので、その間ね見てる間に。 あこんなことを相談したいなーって方がいらっしゃいましたら、こちら、見ますかこちら、先住アットマーク c w a v e j p にご連絡ください、メールください、その場でお答えしたいと思います。そうですね。あと、このね、ショールームと、あやばお腹鳴ってるすいません、ショールームと、えー、あ早い。<laughs> ありがとうございます。<laughs> はい、LINE。 あ,違うあ、忘れちゃった YouTube の方ですねそちらの方で、えー、配信も行ってますのでどんどんコメントくださいお待ちしてますはい、ということで毎回雨ですねなんか分からないけど本当に雨の確率が高いですよねなんででしょうね <laughs> 毎回湿度高めムシムシでやっておりますので今日は髪の毛の調子が悪いです <laughs> はい腹が鳴ってるって 聞こえてたかな <laughs> コメントまで出てるってことは聞こえたかな聞こまあねそういう時間なんで皆さんはなんか食べながら飲んだりしながらて見ててくださいはい最近はですね稽古行ったりゲームしたりゲームしたり <laughs> うーんあんまり変わりのない日常を送ってますねだ,だがしかし寒い最近ほんと寒いですね 皆さん風邪ひかないようにしてくださいおおバトマン名越さんこんばんはあれですねえ錦、ー、鯉さん風ですね <laughs> おみんな見てくれてるありがとうございますではね早速行きたいと思います最初の相談に結構ね来てるんですようん来てるねどっから行こうかな順番はねいろいろ考えながら ゲームばっか。え、レーズンパンは見た,見た目で損してる。いきなり何の話をしているんだ。<laughs> レーズンパン。はい。では最初の相談です。えー、あゆみん先輩、こんばんは。私は高校一年生の女子です。先輩って言ってくれてる嬉しい <laughs>、えー。アルバイト先で知り合った男性のことを好きになり、ずっと片思いです。かい,い。青春だね。 えー、そんな中コロナも落ち着いてきたので今月末にバイトメンバー6人で食事会を開こうということになりましたしかし私はここのバイト先でもずっとマスクをつけていて誰も私がマスクを外した顔を知りません食事会ということは食べる時にマスクを外すわけでそうなると片思いの男性に素顔を知られてしまうということになります私はそれが不安でたまりません もしそれでその男性にブスだと思われたらって考えると眠れなくなりますあいみん先輩私はどうしたらいいでしょう出ましたよコロナになってから出ましたマスク問題ですこれね結構大きいんですよねこうマスクをしてると顔整って見える確率が高いなって思うんですよいろんな人が言うんですけどマスクマスク美人だみたいな マスクイケメンだみたいな言葉が出始めてマスク外すとそうでもないみたいなでもこれみんなみんなそうだと思うみんな該当してると思うんでもう相手だってね相手の男性の素顔もわからないわけじゃないですかきっと多分そういうことだろうねあそんなに不安がらなきゃ駄いけど不安なんですよね <laughs> えー ブスだと思われたらって考えるとえー、そんなのマスクしてるよりはでも表情が見えるからいいよねそれでなんか不愛想よりはマスク外して笑ってたら自分に自信なくても笑ってる女の子好きな人はいありがとうございます <laughs> 強制的にここの会社にいる人に手を挙げさせた感じになりましたけどそう 笑顔が嫌いな男性はいないのでもう常にニコニコを心がけてましょうねどんだけあの顔に自信がないくてもねあこの人お顔が一言であブスだなみたいな人がいたとしてもニコニコしてればそれがね愛嬌になるので愛嬌のある人ってねかわいいんですよ愛嬌ある女の子みんな好きでしょ笑顔のあるそうなんでねあ手挙げた、はーい」って言ってくれたありがとうございます そうでもニコニコしてるといいことがあると思うのでニコニコしてましょうたとえどんなふうに思われてもニコニコしていたらあの印象はいいはずなんでねそういや眠れなくなるのはね結構メンタルくるねなんでもうめちゃめちゃいっぱい寝てめちゃめちゃ健康的なベストベストタイミングな顔面を作っていきましょうマスクするとさ ファンデーション崩れたりお化粧崩れたりってまああると思うけどそれにもね負けずにあの崩れにくいファンデーション探して <laughs> 今めっちゃ売ってるから崩れにくいファンデーション探して常にニコニコ言いましょうあとねそうメイクでね見つけたんだけど普段こう隠れてるから分かんないけどこう口角を上げるメイクっていうのがあってここに影をつけるんですよこう口角に影入れてちょっと 口を広く見せるっていうのは、上がって見せるっていうのは、そういうメイクの方法があっていや、緊張して笑えないとかになった時でもちょっとニコって見えるかもしれないから、広角メイクみたいなの探してみるといいかもしれないです。<laughs> え頑張ってほしい。頑張ってほしいっていう画面、まあ、まああとにかく楽しくご飯してきてください。<laughs> え泣き顔が美しい女性も素敵それはまだ先だよ食事会で泣かれたら変わるからまだまだ先だよ <laughs> 泣き顔もねあの不意に見せる泣き顔がいいけどねこいついつも泣いてんなってなったらねうざくなるんでね泣くのはポイントで使いましょう <laughs> はい、以上笑顔で見ましょうでした <laughs> はい、では次あゆみさんこんばんは 私は大塚のピンサでで働いていてるジョーです先日私の彼氏がうちのお店に来て他の子とプレイしているのを見てしまいました私は当然風俗で働いていることを隠していますでも彼氏が風俗遊びをしていることは許せないです何とかそれをやめさせたいのですがどこで見たのかとか聞かれたら当然答えられません私は彼氏に何と言ったらいいですかアドバイスくださいキー これは難しいぞ難しいぞすごいですね彼氏がお店に来てね風俗で働いてること言ってないから言ってないし言ってないでも彼氏の風俗遊びはやめさせたいこれなむずいねどうしたらいいんだろう当然隠してますええー 来て、えー、風俗場の友達がいて「彼氏こないだお店に来たよ」って言われたんだけどって言うしかないどうもだから友達風俗場の友達がいてえ「ちょっとあんたの彼氏こないだうちの店来たんだけど」ってっていうふうに友達から聞いたっていうことにして彼氏を問い詰める <laughs> 問い詰めたらでも嫌になっちゃうかええー 彼氏の風俗遊びをやめさせたいのならもう家の中でのプレーをめちゃくちゃ発達させる <laughs> それじゃないそれだよねだから風俗行かせないぐらい私に続行にさせるっていう方法がいいのかなどんなプレーを普段お家でしているのかわからないけどでもねピンサロ行くってことはえ待って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 ちょっと待ってあのコメントでも見直しいピンサロ行く気持ちを教えてほしいピンサロ行く時ってどんな時なの だってさ、数あるさ風俗がさいっぱい風俗ある中でさピンサロをピックするってさもう手っ取りバイクさ精子出したいみたいな時ってことえっお金お金ね風俗行きたい他のことなんかもうやらしいことされたいけどお金がないからピンサロでいいやみたいなそれはない飲んだ後 <laughs> <laughs> 飲んだ後 ピンサロ行きたくなら飲んだ後なるほどねなんかなるほどねセックスはできないしなんかもうセックスまでやる体力はないけど抜きたいなみたいなでも風俗行きたいなみたいな時にピンサロ確かになるほどね飲んだ後サクッと寄ってこられて帰ったらもう彼女出るつきないもんね飲んだらすぐ帰ってきてや <laughs> むええー おまあ、風俗行ってる彼が風俗行ってるってことはもう風俗行ってるってことを知ってるよっていうのは言わないでおきましょうねもうここはね黙っておくのがいい女なのかもしれない見て見ぬふりする隠し通せばいいのよ頑張って彼もいや風俗で働いてること隠してんだもんな えー、あーやっぱねコメントできてるのはあのー、ソープランドやヘル行くお金がないから的なって言ってましたねあ僕はおっパブが好きありがとうございます <laughs> そうかおパぱもあったな <laughs>、ね、コメントでね素直に答えてくれるからありがたいですね <laughs> いいねせっ であのしかもこのコメントだと文字化けしちゃうというか星とかで出てきたりするので石鹸ランドって書いてくれましたソープのことを <laughs> いいですねお風呂ねお金かやっぱサクッとえー、だったら彼女え彼女もやっぱ風俗してるから家でのね一緒に住んでるのかね普通にこう通い,通い恋愛してるのかわからないですけど 一緒に住んでたらねすぐ帰ってきてって言っていっぱい回数増やすことはできるけど一緒に住んでなかったらこれは難しいなふ<ス><ス>うえぇーああなるほどね飲んだ後はセクキャバ <laughs> <タッ><タッ>ちょっと待ってセクキャバってさどこまでしてくれるのどこまでするのセクハラ OK みたいなセクハラセクシーセクキャバのセクって何 セックスじじゃゃないじゃんそんなねあのハプバーみたいなやつじゃないでしょセクキャバってさっきカラオケーあこう触ったりこう抱き寄せたりキャバクラと違うのかないやー深い男性の付属みたいな発達してすぎててむずいねいやー彼氏に何と言ったらいいですかうーん 最近性欲上がってきちゃったからいっぱいあやりたいなみたいなのかな性欲上がってきたみたい <laughs> あキスキスあーへえキスもむ舐めたりなるほどねおっぱブじゃんえっパンされるからねコメントがねパされるからねなるほどはあへえそうなんだ 知らなかったおパブじゃんまあこれは自分との自分と彼氏とのプレーをめちゃくちゃ豪華にしましょう満足させる努力をめちゃくちゃしましょうえでね彼氏が飲み飲み会行ってその帰り全然帰ってこないなみたいになってたら行ってる可能性が高いのでした飲み会の日こそ ベッドで待ってるねみたいな <laughs> もう初歩的な昭和の初歩的な感じで早く帰ってきてほしいみたいにゃん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 してみましょうしたらねあの風俗行かずに帰ってきてくれるかもしれない昼間とかだったらどうしようもないね昼間昼間もやってるよねピーサロって普通に仕事の合間とかで行く人とかいるよねいないか昼休憩 いる営業とかうわむずいじゃん <laughs> そんなのあなるほどセクけバオッパブなるほどねありがとうありがとうバンサルねラストでねええー、昼間の営業とかだったらむずいよねあわかったじゃああのー、ほんとピンサロで働いてるならとってもわかると思うけどいかにピンサロがあの喉と喉で性病が感染するかもしれないっていうねリスクを知ってると思うので。 ジョーのお姉さんはそれを強く言いましょう聞いたんだけどさ最近ピンサロ行ったさ彼氏の友達がめっちゃ性病もらってきたらしくてさって彼氏に話してみるああ俺やめようって思わせるいや微妙か微妙 <laughs> それでも行くしたらでも昼間はねピンサロ行くの防ぐのが難しいのでちょっとあの性病なりなんかリスクなり行かないでほしいって 行かない方がいいのかなって思えるようなことを言ってみるのはどうでしょうかこれはなかなかねいつかはどっちかバレるどっちかバレたんだからもうそのうちバレると思うけどなそのお店来たんでしょう。彼女バレるよ <laughs> いやもうこれはお家の中でのプレイを頑張るのとえピンサロ整備をするかもよっていうことを言ってみるの二点にしときましょう はい、進展あったら教えてほしいですねそのしたらまた考えます一緒に考えましょう <laughs> ありがとうございました <laughs> いや難しいなああなるほどね個室ビデオで我慢してとでも言うかいやーええー、個室風俗じゃあ個室ビデオだってね風俗言ってるっていうの言う聞,く聞き出せないからね我慢してって言うのめず難しいよね 難しいなおポンポンさん一度女性向け風俗体験をして体験してほしい体験したいよ <laughs> 女性向け風俗でもさ女性向け風俗してるさ男の子ってなんか知らんけど <laughs> AV 女優めっちゃフォローしてくれるんだよね来るかもしれないみたいな感じでそうなんかフォロワーに女性向け風俗っていうね働いてますよって書いてる人が何いるから。 いやバレちゃうよ <laughs> 私ってバレちゃうよえそんな恥ずかしいじゃんえー、君とそんじゃうみたいに言われたら恥ずかしいからねちょっと女性向け風俗は YouTube かなんかの企画で私体験したいな <laughs> 連れてってほしい <laughs> なんかそういう YouTube やってるとこあったら教えてください私にオファー欲しい私から逆オファーするかえー、体験してみたいないいな男の人いっぱいあって <laughs> え <laughs> じゃあ次あゆみちゃんいつも楽しく拝見しています僕は今年の春から東京で働き始めた23歳の新社会人ですおなるほどもう半年経ちましたね、えー、自宅と会社の通勤はコロナの影響は関係なく毎朝満員電車に揺られていますそして最近自分でもまずいなと思い始めてることがあるのですが僕は痴漢がしたくてたまりません期待をまた痴漢したい人 えー、女性のお尻や性器を電車の中で触りたい願望がどんどん膨らんできてしまっていますもちろんそんなことしたらだめだということは分かっているので何とか毎日我慢していますが最近この我慢いつまで保てるのか不安になってきました痴漢をしたいという欲求を鎮めるために僕はどうしたらいいでしょうかあいみんちゃん教えてくださいということでねはいコロナになって増えてきました痴漢願望のある方です <laughs> はい やっぱね、半年経って、あのー、仕事とかにも慣れてきてね、自分のこの余裕が出てきた頃に痴漢したくなるんだろうか <laughs> ねえ何だろうね <laughs> えー、こうやっぱね痴漢されるといや私も前に話したことあるけどあの、痴漢されたことはあってあこれ痴漢だってすぐやっぱ分かるもんなんですよ分かりにくい痴漢ってこう。 当たってるか当たってないかこう電車の揺れに合わせてこう手をお尻に当ててくみたいなのとかこう髪スンスンするみたいな匂い嗅ぐみたいな <laughs> それいうやっぱめっちゃ分かりづらいなって思うけど私はあからさまなこうお尻またまさぐられるっていうね生理中で分厚いナプキンしてるにもかかわらずこの人すっごいまさぐってくるじゃんみたいな <laughs> あまあ乗り換えとかでもそのね移動中 予定がある移動中だったんで全然このその人痴漢ですなんて言えなかったし電車の中ってんであんな痴漢ですって言いにくい雰囲気なんだろうね,ね騒がしくてもさ痴漢ですの声届かなかったら恥ずかしいしさ静かすぎてもさ痴漢ですって言いにくいなって思うのいやじゃあ痴漢をあれしたいわけじゃない違うんだよ痴漢を痴漢がしたくてたまりませんの悩みでしょいやーこれはね これこそ痴漢できる風俗とかないのかな？ある。あるらしいです。本当にいい時代ですね。<laughs> 痴漢できる風俗があるみたいです。それこそあの av でね。近ものっていっぱいあるじゃないですか。あのこれメーカー3名言うとナチュラル入ってるところが痴漢を大得意にしていてですね。あのすごい私も出たことあるんですけど、もうめちゃくちゃめちゃくちゃな人数、結構な満員電車で痴漢みたいなね。痴漢の撮影します。 あ実際の電車では撮りませんよ、電車のセットがあるんですよ、本当にね、電車 <laughs>、どうかね、京王線とかね、埼京線とかでね、やっちゃうとね、それこそね、めっちゃ怒られるんで、そんなガチのとこではや,りないやれないんですけど、AV でもあります。なんで、AV 見てちょっと解消するか、もしくは AV 見て助長されてしまったら、もう、A えー、痴漢ができる風俗に行きましょう。 都内、この方はどこに住んでるかわかんないけどもしね都内にしかなかったらぜひ東京遊びに来てもらって痴漢をする旅行として <laughs> ねあの最近だと電車内に防犯カメラが設置されるようになったじゃないですか防犯カメラありみたいに見てますみたいな結構都内の電車だと防犯カメラがついてたりそうそれを知らせるアプリ最近できたからへえ 痴漢を知らせるアプリとかもできたらしいです。ちょっとどういう感じかわかんないけど。なんで、リアルに痴漢するのは、まあまあ、もうリスキーですね。しない方が。したらもう、社会的地位全部アウトだと思った方がいい。社会人でしょ新しくまだ転職できる頃とて、ね、こんな新人の頃にね、何か警察絡みみたいな、ちょっと、ね、いけない罰がついてしまったら、もったいないので。いや、何歳になってもよくないけど。 しないよううにねそう痴漢をし,したいという気を沈めるためにどうしたらいいかってもう沈めようという努力はしているので風俗行きましょう痴漢 AV 見て痴漢風俗行きましょうこの2点ですねもうこれしかないこれに尽きるねこれは、うん、で彼女作って痴漢ごっこしましょう2人で <laughs> 電車内実際に電車内で彼女と痴漢ごっこしてて 誓いますみたいな他の人に止められたらもうめっちゃ面白いけど <laughs> すいませんプレイでしたなんて言ったらね逆に訴えられるのかもしれない面白いけどまあとりあえずその2点で頑張ってください <laughs> 応援してます時間を沈められますように頑張ってください面白いな <laughs> 横浜ラッシュアワーで検索するとなんか出てくるのかほう あなるほどねなるほど横浜にへえあそうか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 ありがとうございますコメントもいっぱいえーおもう20分これ結構ねまだあるんですよどんどんあるので次行きたいと思います次、えー、あゆみさんこんばんは僕はセックスをするとき必ず相手に話しかけながらしています気持ちいいとかどこを触られたいとか でも最近付き合い始めた彼女は話しかけられると冷めてしまうのでやめてほしいと言ってきましたしかし僕は相手の良きポイントが知りたくて聞いているのに聞かれたくないと言われると困ってしまいます僕は彼女にどうしてあげればよいでしょうかなるほどなるほどこれはもう性癖の不一致ですね <laughs> そうねこれはもう聞く回数をめちゃくちゃ減らすのと な全く聞かないっていうのはやっぱね聞かないというか彼女から発信される声のトーンだの大きさだのの情報を聞き取ってここだって責めるしかないなって思うなでも聞きたいんでしょ話しかけながらしていますこれは話しかけたいのかなそこは書いてないので話しかけたいのであればうん回数を減らすしかないと思うんですけど 話したいっていうわけじゃなくて気持ちよく相手の良きポイントを知りたいから聞くんであればもう声のトーンアンがアンだったら <laughs> そこだみたいな <laughs> もうそれで判断するしかないのではないでしょうかうんなんでいろんな人がいると思うからあこの人は声タイプなんだみたいなで耳をよく澄ませよう耳を育てようセックス中の耳を育てよう <laughs> ね冷められたらねやっぱさ女子って分かるわかりやすいもんで冷めるとなんかチーズの中のまんまんの中のこの密着度が変わるらしいんですよ変な空洞ができるちょっと緩くなるというかそんでまんぺが出やすくなるみたいな <laughs> 空気が入っちゃうみたいな冷めるとそういうことがあるらしくてなので で濡れなくなくくってくるとかも、ね、関係するかもしれないのでねっサメだって男性が冷めたらえるでしょ分かりやすく女子にもやっぱ冷めたら何かしらの現象があるので冷めってほしくないなって思うならば相手の良きポイントとして話しかけるのはやめましょう自分のことを言うのはいいんかな話しかけると冷めるからもう男子の独り言のように「ああ気持ちいいああここ気持ちいい」みたいなそれも微妙 気持ちいい気持ちいいって言いながら独り言のように話しかけてないよ別にみたいな <laughs> スタースでやったらいいのかなちょっとなんだろうな話しかけ方ここ気持ちいい触られたいって言い方とっても優しいからほらここが気持ちいいんだろうみたいな <laughs> ド S になってみるらどうなの <laughs> そう気持ちいいんだろうここが。 あおでちょっと反応がいまいちゃったおこっちかこっちかみたいな <laughs> こっちの方がいいんだろう声出てきたなみたいな <laughs> ちょっと攻め方のパターン変えて話しかけるのはどうかな <laughs> ね話しかけたいのならばパターンを変えるか変えてみましょうそして彼女の反応めっちゃ聞き取ってあこっちの方が良さそう耳をよくしましょう トーンだね、トーン上がそうだってわかるよねここいいんだろうなみたいなよくない時ってやっぱ私撮影しててもあしまったあやぐの忘れてたみたいな <laughs> 声忘れちゃうんだもん。<laughs> なんでね耳よくしましょうそれが一番いいのかなって思いますうんあやぎあやぎ彼女のあやぎの変化ちゃんと受け取ってくださいねってことで次行きたいと思います はい <laughs> はいあのー、また来ました、えー、お便りありがとうございますはい、えーえー、今月で三回目ですかねパペットの方ですね。 はは。い、こんばんば前回メッセージ読んでいただいた上に紙パペットで手こき風の実演までしていただいてありがとうございましたいつか実際に放送であゆみ先生にパペットで手こき風に実際にやっていただきたいです例えばクマさんとかウサギさんとかぜひお願いしますいやもうパペット買う機会って本当にないなって思って売ってるところもあんまり見かけないし動物園とか行ったらあるんだろうけどパペットってどこで入手するのっていうまずそこで止まってしまっているので。 逆にね実際使ってほしいパペットがあったら送ってきてほしいですね。うんそれが一番だと思う。だってさ結構ね今ここ写真であのくれたパペットあうさぎさんとかクマさんとかで送ってきていただいたパペットがこんな感じなんですよ。リアルなクマ。あの <laughs> このなんだろうなもっとキャラクターキャラクターしてるパペットじゃなくて結構な。 リアルなクマ。多分動物園のクマ <laughs> なんですよなので <laughs> 全然これをどこでゲットしたらいいのか予想がつかないのでもしこれでしてほしいみたいなパペットがあったら送ってきてほしいですこれ送りたいですってこれメールでねくれたら住所多分送ってくれると思うのでスタッフさん側があのこちらに送ってくださいっていうなんでお金に どこに送ったらよろしいでしょうかみたいなメールをくれたら多分良いと思います住所送られてくると思うのでぜひ使ってほしいパペットあったら持ってきてください送ってくださいよろしくお願いしますすみませんやっぱね紙のね紙パペットはねやっぱダメですよ実ちょっとダメですよね難しかった前回私もこのみでやったんだっけね頑張りました エ女優人生初の紙手コキ紙,紙パペット手コキやりましたね実際に <laughs> 私買ってパペットで手コキやったことないもんな私もちょっとやってみたい気もするのでぜひ送ってきてくださいよろしくお願いします <laughs> えあ昔ね昔スリーコインズで言ってたね今ね結構ね大人寄りとね結構入児寄りになったから ペットあるかな夏はねあの海水浴で遊ぶ子どもの遊び道具とかいっぱいあったけど今は最近見てないな行ってみますでは次行きたいと思いますはいえー、あゆみちゃんこんばんは以前この番組で生理痛が辛い人は低用量ピルを飲むといいって言ってくださいましたそこで低用量ピルについて詳しく教えてほしいと思いメールしましたまず生理はちゃんとくるものなのでしょうか そしてこれを常時飲んでいると妊娠しないのでしょうか性病を防ぐ意味ではやはりエッチの時のコンドームはした方が得策でしょうか、えー、また副作用ってどんなのがありうるのでしょうかこの4つですねえこんなことはエミちゃんに聞いてしまい申し訳ないのですがリアルに使っている人の本音が聞きたいのでどうかレクチャーよろしくお願いします とということで女性の方から「ピル」についての質問でした。えー「質問でした」じゃないですね。終わっちゃった質問です。<laughs> えー、まずね、4つある中、1つ、えー、生理はちゃんと来るものなのでしょうか、えー。生理というかですね、生理に似たようなものが来ます。このピルっていうのはねあの、ホルモン成分を含んだ錠剤を21錠、もしくは、21錠飲みます、えー。およそ3週間分ですね。 3週間分飲むと残りの1週間およそ1週間で、えー、体出出血血というう生理に似たような出血が起きますこれはね一回子宮の中をリセットするための血を出そうっていうやつなんですけど普段の生理よりもと違うのは、えー、量がとても少ないあの、ピルによって子宮の内膜っていうこの卵巣が着想するとこすっごい難しいよね 体で例えたい、本当にえちょっと立っていいですか立ち上がっていいですかえっと、こうはい、これが、えー、<laughs> 私、ここが子宮ですえー、足の方が窒で入り口ですで、ここが子宮の体になっててここが卵管、卵管で、ここからパッと卵が出てきますで、こっから、どっちかからからこうね、卵が出てきたら これがこうやって伝ってきてでここでこう、血のとこ <laughs> 子宮の内膜にくっついて、えー、着床受,受精して着床してここで赤ちゃんができますで生理の時ってこうやってきたあの卵巣とかがあのとりあえずねここにくっついてでここベッドになってるんですよふかふかの内膜って言うんですけどそれが全部バーって押し出されて生理になります でその時にね、見える人はラこの卵子,子が見える人もいるそうです生理の時にね、私は見たことないけどそんな見ないけどね血 <laughs> でピル飲んでるとここのベッドがすごい薄くなるんですってだからセイあのー、血がねピル飲んでると血が少なくなるんですけど なので、生理みたいなものがちゃんときます。量は少ないです。体で例えるのめっちゃいいよねぜここそう。しかもね、女の人の体ってね、こうやって全動運動してるらしい、こうやって。動いてるから、卵子が動いてくるらしい。面白い。体で例えられるのめっちゃいい、ね。<laughs> はい、えー、生理はきますが薄くなりまあ、少なくなります。そして次。 えー、常時飲んでると妊娠しないのでしょうかこれはですね99.7%ぐらいおよそ100%に近いぐらいあのー、よく妊娠しません避妊率がそのぐらい高いです100%ではないのでさっきなった3つ目あ4つ目あ3つ目か3つ目の質問で性病を防ぐ意味ではやはりエッチの時の困難をした方が得策でしょうか性病の防ぐためとあと100%じゃない避妊率だから0.7% 0.3%補うためのゴムとして使ってもいいと思いますまあねゴムはね性病を防ぐ意味では絶対必要ですよピールでは防げませんので <laughs> 妊娠はね99.7%でしないのでほぼしない多分したことがあるピール飲んでて妊娠したっていう人はほぼ本当に私の周りでもマジで聞いたことがないネットにいるかいないかだね 1%, 1もいないわけですよ。本当にあに、のー、日本の金持ちより少ない確率 <laughs> 1%金持ちが1%みたいなっていうのを前聞いてなんかそれよりも少ない本当に少ない確率なんですよ確かなので妊娠はしませんで妊娠を防ぐ妊娠ない整備を防ぐためのコンドームはやっぱり必要だと思いますそしてね4つ目 副作用ってどんなのがあり得るのでしょうかということでねピル飲んでると血線ができやすくなるんですよそれ前話したかもしれない覚えてる人もいると思うんですけど血線ができやすくなりますなのでタバコをめちゃくちゃガンガン吸ってる人とかあのお年を召してからタバコ1日に35分以上とか吸ってる人はアウトっていうふうに聞いたことがあって <laughs> そんなにそうなかなかのねヘビースモーカーの人はアウトだと思います あのー、あとし吐き気嘔吐ふらつきあと頭痛だとかっていうのもあるんですけどそれは結構少ないのかな人によってはニキビができたりするんですけど自分にね合うピルっていうのが見つかるまでは吐き気とかね気持ち悪くなったりがやっぱあるらしいです私はなんか強い体が強いからどんなピル飲んだって全然ないなかったんだけど 副作用出る人はね、あの気持ち悪くなったりするので、自分に合うピルが見つけられるように、ね、1ヶ月ごと頑張っていただきたい。そう。ですね。あと、これ、そう。ピル飲んで何がいいって、妊娠しにくいでしょ妊娠しにくいって妊娠しない。なんで妊娠しないかっていうと、排卵をさせないんですよ、ピル飲んでると。卵こう、ポコって出た排卵、排卵をさせないから、あの、 妊娠ししななくなるでしょであと、子宮内膜症にならない。さっき出た、言った、血が少ないから、子宮内膜症っていうのになりにくいんですね。あと、がんのリスクを軽減してくれます。結構いいことあるのでね、ピル考えてる人はぜひ前向きに検討してください。こっちか。サイ <laughs> <laughs> いや、もう全然聞いてほしい。やっぱね、いろんなネットにあると思うけど、 ここういうういいととが書いてあると思うけど実際に、ね、使ってる人の方が説得力あるんだろうなそうでもなんか2年に1回血液検査をして血栓できやすいのかなっていうその数値を見ないといけないのでそれで血栓できやすい数値になってたら1回やめましょうっていうことになるのでその時はねめちゃくちゃあの生理重くなったり血多いなーっていうふうになると思うんですけど。 まあ、血栓できやすい血液期間が終わったらまた飲んでいいってことだから、うまく付き合いましょう。以上です。<laughs> はい。いいね、こういうこと聞いてきてくれるとありがたい。うわ、普通に喋ってたらもう十七40分近いのか。みんなありがとうございます。嬉しい。さあ、次行きたいと思います。まだあります。えー、君とさん、いつも楽しみにしています。こんなことを。 を番組で聞くのもおかど違いかもしれませんが質問させてくださいズバり女性の心を振り向かせるために言ったら効果的な言葉とか仕草ありますでしょうか <laughs> 私は片思いの女性をの心を振り向かせたいのですが何をどうしたら女性は気にしてくれるようになるのかわからなくて日々悩んでいますどうかこんな私にアドバイス願いますということで、えー、片思いの方の振り向かせ方男性として意識してもらう方 これはみんな一回悩んだことあるんじゃないえだやっぱお墨を感じた方がいいんだろうねどうだろう振り向かせ方言ったら効果的な言葉言ったら効果的な言葉そんなのかわいいねってやっぱ言ってくれた方がいいに決まってるじゃんね <laughs> そうだよあのまあネガティブな言葉はね言わない方がやっぱあああの人うん あの人の近くにいるとなんか可愛くなれる自分がいるっていうふうに思われた方がいいなやっぱ可愛いって言ってくえなんかもうずっとこうしてよえよみたいなずっと髪の毛触っちゃうみたいになっちゃうと思うからそれでね興味持ってくれると思うでも全員の女性に言ったらマジで効果ないんであいつただチャレーなみたいなうわーあの人全員に言ってるうわー、まあ、今あの私舞台の稽古しててですね あの演出家は女性の人なんですけど全そのザグミール全女子に「可愛いね今日も可愛いね」って言ってるんですよ女性の方が女性の演出家が「今日も可愛いね」って言ったらで1人の人が誰にもみんなにそういうこと言ってるじゃんみたいな <laughs> 怒ってたんですよだから全員に言うと怒るんですよたとえ言った相手が女性でも男性でもなんで1人の人片思いの人その人だけにああ 今日も綺麗ですね、とか。あんまりね、下心下心見せるのは結構後でいいと思うんだけど、深くなってからでいいと思うんですけど、あ今日も、あ、でも待って、セクハラになるのかな、今って。今日もいい香りですね、みたいな。なんか、香りはダメか。セクハラにならない言葉がけ。あ、すごい今日の色味、今日の服の色味、すごい素敵ですね、とか。なんか褒めよ、一日一善みたいな。うん。 1> 1日1褒めしましまょうそうするとやっぱちょっとあ今日は何か言ってくれるのかなって女の人があの、ね、そうするとまた褒めるところが出てくるからあの人にところ居心地がいいなって思わせましょう仕草女性が気になる効果的な仕草人によりきりですよね本当に。 だって腕まくりの血管ががいいいいみたいな人がいる,といるじゃん私はそういう結果見るとなんか分からないけどお母さんが看護師だからかわかんないけど血取れやすそうだなみたいな <laughs> 私はね男性の腕の血管見るとはすごい血取りやすそうみたいなふうに思うわけですよ、まあ、全然別に響かないわけですね腕まくりの血管とかは。シ 女性も男性もそうですけど所作をきれいにするあの画札で携帯投げたりとかペンパーンって投げてこうカチャ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 ってパソコンいじったりとかじゃなくて所作とか身の回りきれいにする、うん、かなよく言われるんですよね事務所の社長にあの上品な品のある女性になれみたいな所作をきれいにするのはとっても女子も男子も大切なので それぐらいかなうん、勝手に気になってくれるともんか毎日一褒めして所作きれいにしてると勝手に気になってくれると思うあとはパッと振り向かすパッと見てほしいのならばイメチェンする髪型をガラッと変えてみるとかそしたらやっぱ「えどうしたんですか?」みたいになるじゃんそれ見るよその時は見てくれるかな ええあんまり下ネタ言ったらな片思いの人だからドン引きされるじゃんきっとっ1対1うんうんこういう時ねああ難しいね難しいですけどだん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 振り向いてもらえると思うのですそれをさっき言ったね所作と 1褒め頑張ってください。<laughs> ということで何かまたここから進展あったら教えてください。ありがとうございます。はい。いいですね。5分いいいいペースで進んでます。お次あとね。おーすごい今日今気づいたけど女性の方からの質問めっちゃ多いぞ。あと2個なんだけど女性。女性だ。すごい。次いきます。 アイミンちゃんこんばんは私は女性なのですが男性をレイプしたい願望が強くていつもそんな気持ちを押し殺して生きています <laughs> 男性の両手を広げた状態でベッドのヘりに手錠で拘束して卑猥なことを言いまくりながら服を一枚一枚脱がして一物を口で攻めて立たせてそこに騎乗位で乗り心ゆくまで腰を振り乱したいですでも今までそんなことは一度もしたことがないです レディースコミックスで読んだことがあるシチュエーションなだけなのですが、とてもその行為に憧れています。みみんちゃん、レイプまで行かなくとも男性をそんな風にしてもてあそんだことありますかお仕事でもプライベートでもそういった経験があるようでしたらぜひ話を聞かせてください。<laughs> ということでね、プライベートありませんよ。ない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 。<laughs> すごいね。男性が痴漢したいというね、お話と。 男性をレイプしたいというお話と面白いねお初めての初めてですこれはいや、えー、撮影では似たようなことはあったかなって思いますだけど実際やっぱり私やっぱ寝返るなのかこう言葉攻めというか卑猥なことを言,言い続けられなくて実況中継すればいいだけだよみたいに言われるけどもう言うことないよみたいな ずっとこの人乳首で叫んでるよみたいな、とかあったから、もう言うことないよってなっちゃって、なかなか難しかったです、私は。いや別にやるのはね、あの、楽しかったですよ。楽しかった。うん。楽しかったけど、難しくなるね。やっぱり。えそれこそ、それこそですよ。女性向け風俗の出番です。出番です。女性向け風俗はね、あのー、 乗まだで,できないと思うんですよ。え普通の風俗もお風呂屋さん以外ははいしないでしょ基本はね基本は <laughs> 基本は <laughs> 基本は, <laughs> 基本は、えー、挿入なしだと思うのであのー、ねエッチしたいのであれば彼氏をする捕まえるのがいいんですけどそれこそ出会い系を使うとか M な男性 もうあからさまにやりてえぞっていうのを前向きに出しといてで M の男性募集みたいなもうあからさまなもうやりそういう出会い系の使い方をしてみるのはいかがでしょうかねだってそれでドン引きする人は寄ってこないだろうし本当に好きな人だけ寄ってくると思うから出会い系うん。 女性向け風俗を承入ないからエッチできないだから気上位にで心ゆくまで腰を振り乱したいはできないんですよ <laughs> ああ素股だったらできるのかなえー、待って男性も素股はあるよねデリヘルみたいなあるよね素股はあるから素股はできると思うだから腰振り乱すはできるけど入ってないんだよ <laughs> レディースコミックってすごいんだね、はい、今度読んでみよう ちょっと新たな新たなものを知りましたありがとうございますそうプライベートはないのでね撮影でだからリアルな人が来て本当に好きなね M な人が来てくれるんだけどその M が私の S を超えてしまうんですよだからあー難しいこの人の予防に応えられないってやってあの結構心が折れて撮影を終えることが多かった気がする私は本当に好きなんだなこの人うん まあ一回風俗なり出会い系なりで楽しんでみるのはいいのではないでしょうか出会い系ってでも性病になってる人が割といるらしいって聞いたのでその辺はねゴムつけてちゃんと安全にしましょうこれむずいねこう出会うどうしたらこうなるんだろうなどうしたら も、うん、てあそんだことはありますかって質問で終わってるのでねもてあそんだことは撮影でギリギリやりますほぼないですほぼないですまあね実際にやると見るとでは大違いなところもあると思うので一回やっぱ体験してもらうのはねいいと思います頑張ってくださいすげえ軽く言っちゃったありがとうございました <laughs> はいじゃあ次ラストのラストの相談でございます あゆみさんはじめまして私は30歳の女性ですセックスは普通に好きなのですがおっぱいが気持ちいいと感じたことがありません今まで相手してきた男性は当然のようにおっぱいを触ったりもんだりなめたり吸ったりしてくるのですが気持ちよく感じたことがありませんでもクリトリスやチツヤもちろんですし首筋とかなめられるととても気持ちいいですでもおっぱいは感じないのですでも感じるようになりたいのが本音です おっぱいが気持ちよくなるために何をすればいいかぜひアドバイスくださったら嬉しいですこれはねおっぱいでいけるという日比アに聞いた話なんですけど、うん、大月響さんですね、うん、AVJ の先輩に聞いた話なんですけど思い込みが大事ということで以前ここでも話したかもしれない思い込みえー、ここは気持ちいい気持ちいいなんだろうな気持ちいいと思う気持ちいいところを触りながら気持ちいいと思いながら触ると くなるあんそう気持ちよくなる暗示にかかるらしい。というのを聞いてですね実際の人は乳首日比庵は乳首でいけるようになったが今度手の,ひ手の甲を開発しようと頑張ってるって今聞いたことがあって <laughs> 手の甲気持ちここ気持ちいいみたいいけるここで。 行きたい行きたいみたい気持ちいい気持ちいいと思いながらこう目つぶりながら実際見てるとこう何をしているんだってなるから <laughs> 実際見なくていいかこう目つぶって気持ちいい気持ちいいってこうセーザータッチで自分の気持ち自分だからこそね気持ちいい感覚が分かると思うんでだから手のひらってくすぐったいじゃんそのもうこっち側でねできるようになりたいらしくて彼女あ暗示はとても大事らしいですうーおっぱいね だっておっぱいってさ脂肪だから正直言うと乳首しか私だってそんな気持ちよくないわけなんですけどさ,あさ乳首をさ AV のさおっぱいの揉み方ピンク映画もそうだけどさ乳首を出してさおっぱい揉むじゃんあれでさめっちゃさあい声だそうなのかけるとさうだろって思うのね私はね私はほんとに私は乳首派の人なんであの、父をおっぱいをいくら揉まれてもあ おっぱい減ってんちゃいそうみたいなのもあすごい脂肪がなくなっちゃうみたいな <laughs> 思っちゃうからああありがとう揉んでくれてありがとうだけどああ痩せちゃうみたいな <laughs> 思う時もあるわけですよおっぱい触ったり揉んだり舐めたり吸ったりやっぱ乳首だよねこれこの方されてきたのは乳首を自己開発しましょう 相手にされるだけを待つより自己開発をして挑んだ方がいいかもしれないそうですね気持ちいい気持ちいいオナニーを自分でしながら乳首を触りましょうこの人がそういうことしてるのかわからないですけど女子オナニー大事ですよちゃんとちゃんといや私最近忙しくてマジで1週間ぐらいしてないの本当びっくりする <laughs> 本当にびっくりする 家帰ると弟いるんだもん一人のでできる時間マジでないね舞台の稽古あー弟いないから早く起きて出発してから稽古行こうとか思うけど全然寝ちゃうんですもん性欲より睡眠欲が最近勝ってしまっているのでねできてないのが悲しいですが女子もオナに大事なのでオナにしながら自分で乳首自己開発してくださいこれはね相手のプレイを待ちじゃダメです はい、<laughs> 面白いね書いね書てあること今まで相手,した男性相手してきた男性は当然のようにって書いてあるね <laughs> いや触るでしょおっぱい触るでしょエッチする時触んないバージョンもあるかもしれないけどい触ってほしいな私は触ってほしいな基本的には男性やっぱおっぱい触って舐めて吸ってってしたい人だと <laughs> したいって思ってるので 思ってるのでそんなねおっぱい触らない男性はめちゃくちゃ少ないって思ってるので触ってきた時に自分が不快じゃないように自己開発するのは大事だと思いますそうあでもねそう感じるようになりたいんだもんねうんうんうんあとあそうあとおっぱいの触り方もめちゃくちゃ種類があってですねこのセックスの体に四重八手があるように 男性、チンチンを手こきするのに48種あるぐらいなように、乳首にもめちゃくちゃ触り方があるんですよ。あの、指2本で乳首両サイドピッて広げて、人差し指でカリカリカリってやる鷹の爪ってやつとか、<laughs> そういうネーミングがあるぐらい、あの、あるわけですよ、触り方が。横にこうスライドさせたり、先ちょっとだけトントンしたり、つまんでクリクリしたりだ結構触り方あるんで、それマジで探して、 全部試ししててみて欲しいそしたらどこが気持ちいいのかどのぐらいの強さだったら自分が気持ちいいのか知れると思うんですよ意外にね乳首強めにやっといても大丈夫です、うん、乳首の根元ギュってやるとあっちぎれるって思って痛くて怖くなるんですけど根元じゃなかったらちぎれるしなんか意外に強くしても大丈夫だなってあ私の経験ですけど <laughs> 思いました <laughs> のの爪だけ反応するの <laughs> コメントで鷹の爪だけ反応してくれてる <laughs> ありがとうありがとうありがとう <laughs> そうあとそうやっぱお酒飲んだらムラムラするみたいになるんでお酒飲んでやってみるとか自分で開発してみるなんだろう肌が敏感になる時ってなんだろう 逆にねあのね熱出てる時って肌がピリつくっていうか敏感になってる時とかってあるじゃない風邪ひいてる時とかあ肌ピリつくなみたいなおかんがする時なのかなそういう時って体敏感なのかなと思いきや鈍感なんですよ一回熱出てる時にオナにしてみたけど全然いけなかった <laughs> 難しかったあーもう全然なんだろうね何だろう熱出てる時って本当に体が今そこじゃないそこに力持っていきたくないっていう本能なのか全然いけなかったから あの肌が敏感な時を見つけましょうお酒飲んでる時でもいいしお風,呂入お風呂上がりで心地いい時なのかもしれないし寝起きのこのぼーっとしてる時あの布団がめちゃくちゃ気持ちよく感じてる時寝起きの <laughs> そういうととかねあの敏感になってるかもしれないのでぜひ乳首開発を頑張ってください私も今日こそ帰ったらあダメだダメだ,だ,めだ弟いるわダメだ,めだ 明日,明日、明日の昼間、私もやりたいと思うので、オナに一緒にしましょう。一緒にしましょうもうなかなかね、ないけど。<laughs> はい、ということで、質問以上になります。ありがとうございます。あ、まだもう一個ありました。忘れてました、この一個。ちょっとね、埋もれてました。もう一個、ラストいきたいと思います。えー、君と先生、こんばんは。 最近どうしても気にしてしまうことがありメールしましたそれは SNS のいいねの数を気にしてしまうことですおお<ー>例えば女優さんのイベントに行って写真を SNS に載せた時です女優さんがリツイートしてくれて写真が他のファンの方にも広がっていくのですが毎回自分だけそのいいねの数が写真を載せたファンの中でのいい、ね、ん毎回自分だけそのいいねの数が写真を載せたファンの中で低かったりするのですこれれは一番よく撮れた自信がある って思った中から厳選して載せても毎回後から載せたファンの人の投稿の方が伸びていきまた越されたお前の写真は下手ってことかと勝手にへこんでしまいます君と先生的にこういうことを気にしいにする方法ありますかもし思うことがあればガツンと指摘してくださいということでね残り5分切ってしまったところで読んですいません、えー、ありますよねあのイベントの写真載せてくれてリツイート やっぱ気にするもんなんなだよね。いいねの数する人は多分するんだろうなって思うんですけど、えー、私はですねいいねね。の数最近全然見なくなくりました、ね、本当に。多分私の,そのフォロワーたくさんいる今12万人いる中で生きているアカウントがどれぐらいいるのか知らないけど半分ぐらい死んでんじゃないかなって思うんですよ。 私よりフォロワー少ないこのイい,いの数の方が多かったりするから別にもうああそういうもんだなーみたいな私がそんなたくさん投稿してないからみんな見ないっていうのもあるかもしれないけどこれはもうそればっかりは写りがいいとかやっぱ漏れてるって思うことのね漏れてるかどうか次第ですねよく撮れた中でももっと撮れてるのがあったりするかもしれない。 あやばい残り3分になりましたこれは、えー、気にしないって言っても気にしちゃうもんがねそうですよ期待しちゃう勝手に期待しちゃうんですよねこれはもう写真の腕前を上げましょう時間やっぱイベント中のね写真って時間撮るの取る時間が少なかったりするんですよねなんでいい写真撮るのも難しいだけどその中でもねいい写真撮,る撮れる努力をして もうあと、気にするようであれば写真を載せるのをやめる。うん、これが手っ取り早いんでね。もう写真を撮るあ載せるのをやめる。あと、タグ付けしないで、勝手な自己満で終わらせとく。うん、リツイート、見つけてくれてリツイートが一番嬉しいんでね、タグ付けしたらね、やっぱその人のね、タイムライン入ってって、あ タグ付けしてくれてらありがとうリツイートあるんですけどもし漏れちゃったらリツイートもしてもらえないタグ付けしたのにそれがいっちゃん悲しいのでもうタグ付けしないで自己満で写真アップする写真アップしないどちらかだと思いますうん気にしちゃうんでねこれはしょうがない、うん、これねコメントであったらほんとそんなこと言わないでってねコメントとか言ってくださいね <laughs>、はい ということで、えー、またね、このような、このような相談でも何でもいいので、どしどしください。いっぱいいっぱいありがとうございます。ということで、この音楽が鳴ってるのでね、あともう1分半で終わりです。早い早い今日もいっぱい喋って、喋りました。 とということでね、えー、次回の「君タイミの保健室」は来月11月10日の木曜日になります来月も21時から1時間生放送でお届けしますので、えー、こうやってここにご観覧できてくださる方もコメントをして見てくださってる方もよろしくお願いします、えー、告知としてはですね、えー、11月の23から27日にですね、えー、去年延期した舞台「くどい12人の女」という女しか出ない舞台があります それがなかなか面白くてですね、あの女の本当見にいところがいっぱい出てるんですよ。私はなんと可愛い可愛い,いアイドル役をやらせてもらいます。ええブリッコができるあのね私のピンク色のワンピースとか、ね、なんかブリブリな格好はねもうここで見納めだと思ってほしい。<laughs> はいなんでぜひそこもね楽しみにしててください。 あとまあ配信であったり撮影会えー、今週日曜日は撮影会来週の日曜日も撮影会あります東京と名古屋でやってますのでぜひ会いに来てくださいおおそんなわけで今夜60分ありがとうございましたそれでは皆さんお大事にまたね。